Hi, I'm Takeshi Yashiro, the director of Gone the Little Fox. この度はフィンデコイン映画祭、作品を選んでいただいてありがとうございます。Gone the Little Fox はこの人形、木彫りの人形を使ったストップモーションアニメーションです。舞台は100年ぐらい前の日本。人間と獣、異なる2つの生き物のすれ違いを描いた切ないストーリーです。ベネズエラの皆さんにも楽しんでいただけたらとても嬉しいです。今回はありがとうございました。